これよりガンバ大阪、大阪エベッサパートナーシップ締結式を執り行います。ガンバ大阪のメインスポンサーであるパナソニックスポーツは、昨シーズンより B リーグ B1 所属の大阪エベッサのスポンサーとしてサポートをしてきましたが、来たる新シーズンからはパートナーシップをさらに一歩進め、競争パートナーとしての活動を開始します。その縁で8月26日に行われた2023-24 シーズンの大阪エベッサ新体制発表会に V リーグパナソニックパンサーズとともにガンバ大阪も参加いたしました。両チームがスポーツで大阪を盛り上げるために、これから相互に交流し活動をしていくことを宣言し、本日パートナーシップを締結いたします。それでは大阪エベッサ尾上光明代表取締役よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。はい、ただいま紹介にありかねました、尾上でございます。ガンバ大阪のファン、サポーターの皆さん、こんにちは。大阪唯一のプロバスケットボールチームである大阪エベッサの代表をしております。本年度よりですね、ただいま紹介にありました通り、パナソニックスポーツ様と大阪のスポーツを盛り上げていくために競争パートナーとしての取り組みを始めております。今年度、この都度ですね、歴史と伝統のあるガンバ大阪の皆さん、共にこれからより具体的な活動をですね、進めていけることを本当に嬉しく思っております。皆さんご承知の通り、今バスケ業界はですね、日本代表の大活躍により空前のバスケブーム、追い風が吹いております。この追い風に乗ってですね、ぜひこの機会にガンバ大阪、この伝統と歴史あるガンバ大阪のファン及びサポーターの方たちにですね、ぜひとも一度大阪舞洲アリーナにですね、足を運んでいただき、大阪エベッサの試合の観戦、そして応援にですね、ぜひ力添えいただきたいと思っております。これからさまざまな、共同での企画イベントをですね、実施してまいります。阪神のあれも決定しましたんで、ぜひともガンバ大阪、大阪エベッサ一丸となってですね、大阪を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではパートナーシップ締結を記念し、ユニフォーム交換とフォトセッションを行います。大阪エベッサ尾上代表、ガンバ大阪尾野社長、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして、ガンバ大阪、大阪エベッサパートナーシップ締結式を終了いたします。なお9月24日日曜日、浦和レッズ戦には大阪エベッサマスコットのマイド君と
公式ガールズパフォーマンスユニット BT がパナソニックスタジアム吹田に来場予定です。また大阪エベッサの 2023-24 シーズン開幕戦は10月7日および8日に大きにアリーナ舞島で開催される富山グラウジーズ戦となります。近日中にガンバ大阪サポーターの皆様にはお得なご案内をお届けしますので、ぜひご声援をお願いいたします。皆さんどうもこんばんは。ここからの時間はスタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムとなります。さて今日はビッグファンファンファンクラブで、こちらを開催しております。ファンクラブ会員の皆様、喜んでいただいているでしょうか、楽しんでいただいているでしょうか。シップヘルスケアパートナーデーということで、シップヘルスケア様に協賛いただき、本日はこちらですね、選手サインがプリントされた大きなオリジナルバッグをファンクラブ会員様先着7000名様に配布しております。ロートウェルビーパイン、ウェルビーイングパーク内特設ブースにてキックオフまで配布しております。なくなり次第配布終了となりますので、まだ受け取られていないという皆様は一度お立ち寄りください。さらにファンクラブ会員の皆様は場内飲食、場外飲食をご利用いただけますと、選手がモフレモを抱いた缶バッジを1個プレゼントしております。シップヘルスケアプレゼンツオリジナルバッグに付けられる選手缶バッジになります。ぜひこちらも集めてください。詳細はガンバ大阪ホームページをご覧ください。さあ改めましてこんばんは、ガンバ大阪スタジアム MC の千石浩一です。さあここホームパナッサ、今日も必ず勝利つかみ取りましょう。熱い応援お願いします。さあそれでは本日のヒートアップタイム、ここからはゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。本日のゲストはダゾーン J リーグジャッジリプレイでおなじみ平畑啓二さん、そして家本正明さんです。こんばんは、お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。さあ平畑さんはこれまでにも、はい、ガンバのゲームにはお越しいただいて、来てます、いろいろお話なんかもね、はい、聞かせていただいておりましたけれども、はい、今日はお隣にイエポンの話聞いてあげてください、はい、ということでイエポンに聞いてあげてください。イエポンをお迎えしております。はい、イエポン帰ってきました。イエポンです。なんで帰ってきたか言っても分からないけどさあイエポンさんは、レフリーということで、はい、これまでたくさんのゲームを担当されてきましたけれども、そうですね、今は引退をされてどういう活動をされてるんですか。はい、今ですか。はい、暇してます。暇してます。並びに転職活動してます。転職活動、冗談ですけどね、はい、でもやっぱサッカーに携わるこう活動、そうですね、うん、はい、まあ、サッカーとか、まあ、ルールレフリーの、まあ、理解みたいなところで、はい、ちょこっとやってます。もちろんピッチ上で見るこうサッカーという競技と、はい、現在、まあ、このジャッジリプレイなんかで少し俯瞰で見る、このレフリーのお仕事っていうのとでは見え方全然違うんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりいかがですか。そうですね、まあ、現役時代もそうだったんですけど、フィールドで見ていた印象が映像で見ると、はい、あ、しかもアングルが変わってくると全然別物っていうのがあって、はいはいはい、それは結構ねレフリーからしても、はい、うわやっちゃったなとか、あ、そういう風に見えるんだっていうのが実際あった、まあ、そこ結構厳しい苦しいところでもあるんですけど、うん、はい、じゃあそういう意味では今はそのレフリーのこの難しさっていうものもこう番組を通して
少しでも伝えられればなっていうところはあるんですかね。そうですね、別の審判のことがルールのことが分かってない方が喋るよりも、はい、分かってる人が伝えた方がより伝わるかなっていう思いで今活動してます。ということで、まあ、今日もですね、はい、皆さんいろいろなこう、ね、プレーというのがあると思いますし、その事象の中での、ね、はい、ジャッジというところ、うん、気になるとは思いますけれども、はいはい、ぜひですね、温かい目で見ていただければなと思います。さあ、平田さん、はい、今シーズンガンバ、うん、ガラッとまたスタイルが変わりました。あ、まあ確かにそうですね。どういう風に映ってらっしゃいますか、ここまでのガンバ。まあ、順位とか勝ち点的には、まあ、もちろん厳しいところにはあるとは思うんですけど、はい、でも個々のタレントを見ていくと非常に面白いタレントさんいっぱいいるなと思ってますね。タレントはもう十分揃ってると、はい、僕はもう山本裕貴選手のプレー見てるだけでほっと楽しいです。横で家本さんもうんうんって深くうなずいてらっしゃいましたけど、さっきその話盛り上がってました。山本選手、誰が今注目だって話で、はい、山本さんだ、山本選手だっていう、はい、山の中盤を、はい、ピッチ上を漂う、はい、まあ、僕はタユタウと呼んでるんですけどタユタウ、はい、タユタウ感じが僕はもう大好きですね。やっぱサッカーっていろんな魅力ありますけど、はい、一つの魅力ってやっぱプレー自由じゃないですか。自由ですね、はい、縛られてない感じが、うん、なんか山本選手のも随所随所に見えるので、うん、見ててやっぱ楽しいですね。はい、あれいないと思ってたら、はい、急にこう視界に、はい、そのフラフラットじゃないですけども、はい、自然と入ってくる。自然と入ってきてもう本当にキラーパスをスコーンって通すでしょ、はい、メリハリがたまりませんね。はい、審判の方からするとある程度こうボールを中心にきっと見てらっしゃると思うんですけれども、はい、 そうですね、それまで見ていた抑えられていた選手じゃない選手がこう視界の外から入ってくるっていうのはやっぱ難しいんですか。難しいですし、そういう選手は危険ですよね。危険、何をするか分からないじゃないですか、うん、で、はいはいはい、それで必ずゲームにいいインパクトを与えるので、逆にそういう選手を入れながらポジションを取るってことも大事です。要は完全に消しちゃうと、はい、その中心選手、はい、鍵を握る選手が突然入ってくるので、はい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 、そうするとレフェリー自身がパニックを起こす可能性があるので、うんうん、できるだけこう周りを見ながらどこにいるのかってことを把握すると結構大事ですよね。じゃあ主審のその動きを見たら、この主審は誰を結構キープレイヤーだと見てるなっていうのは分かったりするんですか。分かりますね。分かります分かります。あれは逆にあお前分かってへんなっていうのを分かるって話ですよね。ああそうか、そうか、ファンサポーターの方からすると、逆に言うとなんでうちの中心選手をお前見てへんねんっていうのを見たら分かるって話です。なるほどね。360度見られてますから、やっぱレフェリーの方も大変ですよ。そうですね、うん、いやですから今日はお二人、はい、その山本選手をこう中心に追っかけていきたいっていうのがこの一つ観戦ポイントですか。いや、やっぱりせっかくこうやってスタジアムで見れるので、はい、まあ、ダゾーンとかの中継では映ってない部分の山本選手の動きも見れるわけじゃないですか、はい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 、そこはすごく楽しみたいですね。はい、そしてこの VAR というのが、はい、今この J リーグでは導入されて賑わしてますね。いろいろと、はい、ネット上を中心に賑わしておりますけれども、はい、実際にまあこれ導入されたことによってどうなんでしょう。サッカーというのは変わりましたか。変わりまあ、サッカーが変わったというかレフリーが変わった。要は何が言いたいかというと、はい、今まで大きなミスって言われるものが助かるようになった。反面、うんうん、はい、必ずしも助からないっていう。ああ逆に見逃していたという指摘をはっきりともあるし、うん、多くの人から見るとそれは PK やろ退場やろっていうものが、はい、レフリーが、まあ、あるいは VAR が映像を見て、はい、これは違うなって弾かれちゃう、はい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 、そこのなんでこれは VAR が介入して、はい、これはしないのっていうのもあったりするから必ずしも救われるわけではないっていうところが、うん、レフリー側も、はい、選手も見てる側からしてもちょっともやもやするところ、要は完璧じゃないシステムが導入されてるっていう現状なのかなと。じゃあまだまだ、うん、この運用されていく中で改善、はい、より良くしていくポイントっていうのはあるという。僕はそう思いますね。だから見る側もその VAR だから完璧だ 100% だって思い込むんじゃなくて、うん、ここにもミスはあるよっていうぐらいのちょっと思いで見た方がもしかしたらいいところあるかもしれないですね。ありますね、はい、僕でも好きなのは、はい、まあ、VAR が介入してレフリーが見るじゃないですか、はい、で映像が映るじゃないですか、流れますね、でシーンが出た時にスタジアムによっては、はい、おーってこう歓声がある時があるじゃないですか。ありますあります。あれは客観的に見ててドキドキしてます、はい、でももし僕が現場でそれを受けたら、はい、めっちゃドキドキするやろなって、なんかもうプレッシャーを受けちゃう。やっぱその反応
脳を受けると人間ですから、いやもしかしたらこう迷ってたら引っ張られる可能性はあるのかなと、うん、冷静に見たらいやこっちだなって思うシーンが、はい、会場の雰囲気に持っていかれそうになる、うんうんうん、っていうふうに思うかなっていうのは見てて思いますかね。現役時代はそれなかったので、はい、僕は良かったんですけど、ね、近年の、ね、今年とか去年を見た時にはそれがあるので、はい、ね、うん、あ俺現役やめてよかったってなんか思いますよね。何を言ってるんですか。ですからそういう意味ではこうレフリーの皆さんも求められるものが、うん、よりこう厳しくなったとも言えるわけですよね。厳しいです。でもやっぱ選手としては今まで見てほしかったところがそれで見ていただいたりとかすることがあるわけで、ありますね。ねえ、それで助かることも多いと思いますよ、はい、さあ今日は、この後ですねガンバと新潟のゲームが行われますけれども、家元さん、はい、ガンバサポーターの圧っていうのはこうレフリーされていた頃っていうのはどうですか、感じていただいてましたか。いや特にこのパナスタは、はい、すごくこう青と黒のエネルギーが、はい、ここにフィールド落ちてくるんですよ。落ちてくる、落ちてくるんです。圧がすごい、さっきの VAR の歓声とうわーじゃないですけど、はい、なので、素晴らしいスタジアムです。じゃあもういい応援をどんどんピッチに届けてもらえれば、この審判も乗ってくるじゃないですけれども、審判も乗ってきますし、はい、心が動かされることもあるかもしれないって話ですね。人間ですからね、はい、あのスタジアムの外でイベントやってた時に聞いたんですけど、はい、家元さんこのスタジアムはどういうスタジアムなんですか。品があるスタジアムだそうです。品がある、ありがとうございます。だそうでございますよ。もうそうやって言っていただけると、はい、この後もサポーターの皆さんも、はい、より品のある力強い応援をね。いいんですよ、もう気にせず思いっきりそんな品なんか気にしてられるかって思いっきり応援してもらったらいいんですけどね、はいはい、さあそれではですね、キックオフを待ち構えますファンサポーターの皆さんにぜひですね一言ずつメッセージいただきましょう。じゃあ平田さんお願いします。はい、やっぱりずっと来られてるお客さんも大事ですけども、あの今日初めてサッカー見る方もいらっしゃるでしょうし、はい、あの1年ぶりに来た方もいらっしゃるでしょうし、そういういろんな方があまたサッカー見に行こうって思うようなそんな試合になれば嬉しいなと思っております。皆さん盛り上がってください。はい、はい、家元さんお願いします。そうですね、まあ、僕はあのレフリーっていう目線で、あのレフリーが選手あるいはチームあるいはサポーターファンの、まあ、感動とか喜びを邪魔しないレフリングが今日あれば、素晴らしいかなと。なるほど。後でちょっとレフリールームにノックして帰ろうと思います。やらんでいい問題ない。どうぞ楽しんでください皆さん。はい、はい、ということで普段なかなか聞けないねお話なんかも今日は聞かせていただきました。この時間のゲスト、 J リーグジャッジリプレイでおなじみ平畑啓司さん、そして家元正明さんでした。どうもありがとうございました。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 
ここでガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しました。ファンサポーターの皆さん、大きな拍手声援でお迎えください。さて今日の試合はファンクラブ会員の皆さんを対象に募集を行っておりました。ガンバドリームを叶えよう七夕企画の当選者であります赤石雄太郎さん、お越しいただいています。こんにちは。こんにちは。さあ、赤石さんはですね、高校時代放送部で活躍してたんですよね。そうですね。ただ放送部としてですね、舞台企画を行う予定で司会を任されていた高校3年生の文化祭、残念ながらコロナの影響で参加することができず、3年間の思いというものをぶつける機会を失っていました。そんな不完全燃焼に終わってしまった高校生活のもやもやとした思いを抱えながら過ごしていた時に、このガンバドリーム、こちらの企画と出会ったということで、ご自身の一番大切なものでもあるガンバ大阪、そんなガンバ大阪の熱い応援の力を引き出したい、パナソをいつも以上に熱くしたいという思いを持って今回応募、そして見事採用ということで夢が叶うことになりました。さあ、この後赤石くんにはエントリーメンバー18選手ご紹介いただきます。意気込みどうぞ。はい、まずはこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございます。今日はまず選手の皆さん、そしてファンサポーターの皆さんを勝利へ熱く、押し出せるように、頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。皆さん一緒に盛り上がってください。それではここからは赤石君によりますガンバ大阪エントリーメンバー18選手の紹介をお願いします。背番号1、完全無欠ピッチ不当の青い盾、東口正明。背番号に全身全霊かけてこそ青黒のエナジー、福岡翔太。背番号7、全てはここから、青のきらめき、宇佐美隆。背番号8、勝利をつなぐきらめく青の DNA、 メッシの亮太郎。背番号10、歴史を背負う縦横無尽のナンバー10、倉田修。背番号11、ゴール切り裂く華麗なイーグル、イッサム・ジェバリ。背番号13、羽ばたけさらに高く、瑠璃色の翼、高尾龍。背番号14、進化は続く総国の彗星、福田優也。背番号16、跳ね返せ青の瞬決、佐藤陽太。背番号18、正確無比勝利へ導く羅針盤、ネタラビ。背番号23、たぎる闘争心、勇猛果敢なトルダード、ダワン。背番号24、サイド揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。背番号25、泰然自若総国の守り手、石川圭。背番号29、ピッチで脈打つ青木クオレ、山本勇気。背番号33、サイドかける青のラテラル、中野陣也。背番号34、取り出となれ次世代のディフェンスリーダー、江川雄星。
背番号47、ハードワークの魔法をかける青の魔術師ファン・アラーノ。背番号48、王国が生んだファンタジスタ石毛ヒデ。以上、我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手ご紹介いたしました。いかがでしたか。ガンバドリームを叶えますということで、赤石くんの夢がここパナスタで叶いました。来シーズンから頑張ってください、ありがとうございましたぐらいに、本当もうね、度胸あるすごくいい声をパナスタに響かせてくれました。さあ、この後いよいよゲームが始まりますけれども、赤石くんも一緒になって今度はスタジアムで声からして応援してください。はいはい、ということで今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さあ、場内ビジョンでのヒートアップタイムはここまでとなります。この後は引き続き YouTube ライブで配信を行っていきます。まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんはこのタイミングで登録をよろしくお願いします。ではヒートアップタイム、この後は池田琴美さんにバトンタッチしてお届けしていきます。皆さんこんばんは。ここからのヒートアップタイムは私、スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。よろしくお願いいたします。まず最初に皆様にお知らせです。来週9月24日浦和レッズ戦は明治安田生命パートナーデー SDGs スマイルマッチとして、場外ではウォーキングフットボール、健康チェック体験ブースなど、人に健康を、街に元気をと題し、さまざまなイベントを実施予定です。またポケモンのピカチュウとカビゴンもやってくるとのことです。なので皆さんぜひスタジアムに遊びに来てください。お待ちしています。ではここからはガンバ大阪 OB の方にご登場いただきます。今回はこちらの方です。岡本秀也さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは岡本さんの現役時代の写真だったり映像をまとめてますので、はい、そちら見ていきましょう。どうぞ。まず2006年このガンバがスタートなんですね。はい、ですから昇格で、そうですね、この時はどういった気持ちだったんでしょうか。そうですね、まあ、もう有名な選手ばっかりだったんで、はい、見て学ぼうっていう気持ちは持ってましたね、この時からずっと。そして同時昇格でこの6人、はい、一気にというのもね、なかなかない年なんですよね。そうですね、この間もミッチとか横とかも出てた。はい、そうなんですよ、はい、僕も見ました。あ、見てくださったんですね、はい、ありがとうございます。今でもそうやってこう同期の存在は気になるものですか。今何してるのかな。そうですね、ちょくちょく連絡とかも取ったりするので。連絡も取っていらっしゃるんですね、はい、あとこの2008年プロ公式戦初出場がすごいですね。 AFC チャンピオンズリーグで海外のチームとの対戦、あんまり覚えてないです、この時は緊張しすぎて、はい、じゃあこちらはどうでしょうか。 J リーガ初出場、この時は覚えてます、このふたさんからのパスを、はい、この足を振っての、はい、決めれたらよかったんですけど。いやでもこの初出場でやっぱり緊張とかってこの時もあったんですか。いやもう無我夢中にやっていましたね。その二川選手とこのようにね交代して試合に出るというなんかシーンもありましたし、こういろいろこの思い出蘇ってきますか、この映像を見ると。そうですね、見たらやっぱりこの時のことを思い出してきます。そして移籍もありまして2021シーズンに現役を引退されました、はい、では改めましてファンサポーターの皆さんにご挨拶をお願いいたします。はい、2006年から3年間ガンバ大阪でプレーさせていただき、まあ、今日の対戦相手アルビレックス新潟でも2013年から2年間プレーさせていただいた岡本秀也です。はい、今日はよろしくお願いいたします。先ほどちょっと岡本さんともここでお話ししてたんですが、はい、この直前第一部であったガンバドリーム夢を叶えるというので赤石さんがエントリーメンバーをすごくかっこよく、ね、僕にはできないですね。こう、ここ2人ですごい緊張して、はい、頑張れ頑張れと思ってたところ、コメントでも本当ね、たくさん本当かっこいいという声もあって、いやなんかあの姿を見るとこの私たちもそして選手の皆さんも、ね、また頑張ろうと思えるようなきっかけになりそうですね。すごかったですね。はい、まあ、そして、まあ、今どういったことをしているのかというちょっとね今現在のお話に戻りたいのですが、今岡本さんはどのようなことをされているんでしょうか。
そうです、昨年も出させていただいた時は不動産っていう話をしてたんですけど、はい、ちょっと、はい、転職をしまして、はい、ガンバのスポンサーでもあるロート製薬さんで働かせていただいてます。おお、そうなんですか、はい、その今そのロート製薬さんではどのようなことを生産なんで、まあ、工場の方で、はい、あのスキンケアの協力だったり調整で、はい、やらせていただいてます。ってことは岡本さんがそうやってこう調整をした化粧品だったりを私たちがこう購入しているということなんですね、はい、お願いします。これからもおちょっと皆さんのこれからこうロートさんの製品を取るときはこう岡本さんが作ったのかもと思いながら、ね、手に取っていただいて、はい、またスポンサーでもありますし、じゃ今後とも岡本さんにもぜひガンバ大阪のご支援をお願いし、はい、たいと思います。またあの、まあ、今シーズンのガンバ大阪ですね、試合がまあ残りわずかとなりまして、まあ、ここまでの試合をご覧いただいた中でちょっと気になるこの注目していたポイントだったり、ここがガンバ大阪をより良くした起点になったんじゃないかっていう部分をお聞きしたいんですが、そういった試合ってありましたか？そうですね、それこそ、まあ、今日の対戦相手のアルビックス新潟とのアウェーの試合っていうところで3対1で勝利したっていうところ、はい、まあ、そこからまあ連勝というか試合もだいぶ勝っていくっていうような、うん、いい流れになったので、そうでしたね、今日も、はい、期待します、はい、その3対1でこう勝ったこの新潟をホームに迎えてということで、はい、まあ、新潟からすると、まあ、ホームでそういった結果をあったからこそ余計にこう燃えてきている部分もあると思うんですが、はい、まあ、やはりそこはもうホームの力を借りてガンバ大阪がねぜひ勝っていただいて、ね、またその時の得点が倉田選手がもう試合開始すぐに決めたりと、はい、まあ、倉田選手となんか交流があったりとかって聞いたんですが、そうですね、唯一その一緒にプレーしているのが倉田選手とキーパーの東口選手っていうところで、はいはい、今日もちょっと期待して見ています。そうなんですよね、まあ、倉田選手がこうホームでこのスタメンでっていうのがまた久しぶりだったり、そうですね、うん、気合入ってると思います。また東口選手もこのアルビレックス新潟がフルスでもあるんですもん、はい、そちらでご一緒だったんですよね。そうですね、新潟で一緒にプレーさせていただきました、うん、ちょっとねこの岡本さんも今日東口選手も多分ちょっとフルス相手となると余計にこうガンバを応援したくなるようなこので、両方応援したいけどっていう、そうですね、それはちょっと難しいところあるんですけどでも今日はぜひね、はい、ガンバ大阪の応援でお願いいたします。またこの今のガンバ大阪が、まあ、その新潟戦を機に連勝したりと好調になってきた要因、まあ、その引っ張っていってる選手っていうのはどの選手だと岡本さんは思いますか？そうですね、先ほどちょっと湯本さんと平瀬さんも言われてますけど、はい、山本選手に僕は注目ずっと、はい、していまして、はい、確かに山本選手はやはりあの先ほどね第一部でもありましたが、あの私すごい素人目線であれなんですが、はい、めちゃめちゃ走るって、そうですね、結構どこにでも顔を出してくれて、まあ、入籍したっていうのもお聞きしたので、そのパワーもついてくるかなというふうには思います、うん、確かにそういったプライベートでこの嬉しいことがあったよ、この、ね、プレーにも反映してそうです、ね、今日の、ね、勝利にも導いていただきたいですよね、はい、確かに。あと先ほど、ね、審判がそのチームのいい選手を見がちっていうお話もあったので、はい、今日は山本選手を視野に入れてくるのかっていうのもちょっと気になりますね。そうですね、はい、そしてあの昨シーズン来ていただいた時にはなかったんですが、今シーズンこちら作戦ボードを使ってここからはお話を伺います、はい、まあ、本日のスターティングイレブン、そしてあのサブのメンバーを貼らせていただきました。ズバリ、まあ、先ほど山本選手のお話もありましたが、はい、今日期待したい選手はどの選手でしょう？やっぱりさっきも言わせていただいたんですけど、久しぶりのスタメンっていうのもある倉田選手が僕はちょっと注目してみたいなというふうに思っています、うん、またあの倉田選手があの今シーズン怪我をしていた時がありましたけれども、復帰してからまたやっぱこうチームの好調さが目に見える形で現れてたりとかもしますもんね、はい、まあ、やっぱりベテランっていうふうにもなってきてますし、うん、その辺のその周りのところの関係とかでもうまいことやってくれてるのかなというふうには感じています。今ちょうど倉田選手映ってますが、あの表情いかがでしょうか？そうですね、いい気持ちが入ってるような顔はしてるんですけど、どうなんですか ね、こうね、聞けたらいいんですけどね、今倉田選手どうですか？はい、倉田選手ちょっと注目で、はい、あと、まあ、の現役時代2トップで岡本さんはよく試合にこう出られていましたけども、はい、今日が予想では1トップということになるんですが、このワントップとツートップのこう難しさの違いとかってどういったところにあるんですか？そうですね、やっぱりツートップとなるとボールを受けた時に近くに選手はいてるんですけど、ワントップってなるとやっぱりどうしても孤立してしまうのが嫌かなというふうには思っていて、
まあ、そうならないように、まあ、気が利くその倉田選手だったりダワン選手とかが近くでプレーできれば、はい、チャンスも増えるのかなというふうには思っています。なるほど、ワントップの選手を一人にしないっていうのが結構そうですね、この形の時の重要になる部分なんですね、はい、まあ、でもジェバチ選手も収まるんでボールが、そうなんですよ、はい、その収まった時に近くで選手がプレーできれば、まあ、チャンスも増えてくるかなというふうには思ってます。なるほど、だからイッサム・ジェバリ選手の動きとさらにこの後ろの倉田選手ダワン選手の動きも見ながら、はい、こう今日のプレーを注目していけたらと思います。またこの新潟戦、まあ、なんですが、はい、こうガンバ大阪とこのアルビレックス新潟のこのお互いのいいところというか、ここを新潟のここを頑張って潰せば頑張り優位に持っていけるんじゃないかっていう部分ってありますか？そうですね、まあ、ちょっと情報で調べさせていただいたんですけど、はい、新潟の方がちょっと前半に失点が多いっていうところがあるみたいで、はい、頑張ちょっと後半に失点というところで、はい、まあ、先制点っていうところはやっぱ大事になってくるのかなというのは思っています。確かアウェーの時も、もう先制点を取って、そうですね、前半もすぐ2点取れていい形で入れたので、うん、そこが良かったかなというふうに思います。ってことは今日はこうよりガンバ大阪前半からもうガンガン攻めて、はい、この調べた通りにこのようになれば、はい、余計にこう勝つっていうチャンスが増える、ね、進めやすくはなるかなと思いますね、うん、試合の流れ的に。あとこう新潟で注意すべき選手だったりっていうのはいらっしゃいますか？そうです、僕が仲良く、まあ、今日ベンチスタートなんですけど、はい、マイケル・ジェームスっていう選手がいまして、はい、そのアウェーの時も点 を、はい、入れられてるんですけど、はい、まあ、途中から出てきてそのセットプレーだったり、うん、その辺は怖いかなというふうには思います。確かにこの前のアウェーの時に、まあ、1点をこの入れた選手というところでガンバ大阪もねちょっと警戒している部分はあるかと思うので、そうですね、うん、はい、セットプレーの部分とかも大事になってくるかなというふうには思います。ちょっとその後半からこう出てきた時にちょっとそこをどう抑えるかというのも注目ポイントですね、はい、ありがとうございます。ではちょっとたくさん今日もコメントが来ていますので、そちらも見ながらちょっと今からはお話を伺えたらなというふうに思います。あの3点以上のゴールが見たいと来てますね。確かに見たいですね。そうですね、ここ最近ちょっとあんまりそのゴールっていうところが見れてないので、うん、はい、ここでちょっと爆発させていただければなと思います。そうですよね、まあ、やはりこのアウェーで勝った時の記憶っていうのがやっぱサポーターの皆さんの中にもあると思いますので、はい、あると思います。まあ、それを超えるような、ね、熱い試合見たいですよね、はい、では続いて、あ、続いては、あ、え、ロート製薬いるのと。はい、います。皆さん驚きですよね。まさかのこの昨シーズン来ていただいた時とまた職業も変わってというところで、はい、ガラッと変わったんで。あとすいません、今触れるか迷ったんですけど、はい、今日めちゃめちゃ顔赤いのはなんでなんですか？すいません、気になっちゃって。そうです、午前中今ちょっと社会人の方でサッカーをしてまして、はい、今日午前中ちょっと試合で、はい、焼けただけでちょっといっぱい引っ掛けてきたとかじゃそういうあれじゃないんで、ちょっとあのお酒とかじゃないんで触れていいんかなってちょっと迷ってたんですけど。日焼けです、今日も暑かったんで、はい、しかもまだこう社会人でサッカーもされてるんですね。はい、大阪の3部なんですけど、はいはい、楽しくやらせていただいてます。なるほど、ちょっとそちらのね、もしかしたらサポーター皆さん社会人サッカーされている方が対戦っていうこともあるかもしれないですね。ちょその時はぜひあの声をかけていただきたいですね。はい、全然声かけてください。皆さんこれは日焼けだそうです。あの家帰ってロート製薬の化粧品で、はい、ケアしてください。ありがとうございます。またあの私個人的にこのシーズンが終わりに近づくと残り少ない試合数になるとちょっと来シーズンのことが頭にちらつくんですね、はい、この来シーズンにこうつながるためにまた1試合1試合この考えてやっていくのかなっていうふうにちょっと素人で考えちゃうんですが、はい、皆さんってどういう気持ちでこの残りの試合って挑んでいるものなんですか？そうですね、まだ来シーズンのこととか多分考えていないと思いますし、うん、とりあえず目の前の1試合1試合を戦って、うん、まあ、少しでも上位にいけるっていうところを意識して、まあ、うん、それが来シーズンつながればいいなっていうふうには考えているのかなと思います。まあ、とにかく1試合1試合1つでもこう勝ち点を積み上げて、ね、目の前の試合が大事かなっていうふうには思ってます、うん、確かに今ガンバ大阪が11位ということでまだまだこの上にねこう上がれるチャンスはあると思いますので、はい、なるべく、ね、上の順位で終われるよう に、はいはい、していきたいですよね。なるほど、やはりこう1試合1試合が大事っていうのはもう、はい、どの試合こうにおいても大事なんです ね。なるほど、ありがとうございます。またちょっとコメント見てみましょうか。あ、まず山本裕貴選手入籍おめでとうございますと。おめでとうございます。おめでたいですよね。、はい、これはちょっと今日サポーターの皆さんも心の中で
おめでとうって思ってる部分ではあります、はい、あ今ちょうど映ってますね、まあ、活躍してくれるというふうに思ってます。そうですね、こう今までの試合通りの活躍を見れればと思っております。また今日このナイターゲームももうホームでは7時キックオフが終わりということで、ちょっとなんか寂しさもありながら、はい、まだやっぱこの夜のプレーっていうのとだんだん昼間に変わっていくプレーっていうのは選手の皆さんの中ではなんか環境が変わって大変とかそういうのってあるんですか？どうなんですかね。僕は結構ナイターの試合結構好きなタイプだったんですけど。それはなぜですか？なぜ理由は特に分かんないですけど、なんか暗い中でこう暗い中というか夜でこうスタジアムがこう照明が入ってっていうのが何か、確かにこう照明があるないじゃまたちょっとインパクトだってイメージが変わりますもんね。で選手の中ではあ今日ナイター最後なんかと思ってる人もいるかもしれないですね。ちょっと皆さんどっちが好きなんかとかね、サポーターの皆さんもあるかと思うので、はい、ちょっとそういうのもちょっと見てみたら面白いかもしれないです ね。ありがとうございます。あとは皆さん質問たくさんありがとうございます。あとはあ先ほどの赤石さんのお話でもやはりめっちゃうまいってありましたね。はい、うまかったです ね。全然もうノーミス、ミス一回もしなかったですね。でしたよね、はい、ちょっともう逆にプレッシャーになりました私僕もめっちゃ余計緊張しました、ね、2人でここで変な緊張感が生まれて、まあ、その中でもちょっと楽しくやらせていただいております、はい、今なんでそんな笑ってるんですか？何ですか？今めちゃめちゃ笑ってはって何やろうと思って、はい、あとやっぱ勝て勝てホームやぞ、まあ、ホームでまあこの数試合負けていない、はい、まあ、アウェーではちょっと悔しい思いっていうのもしてますけれども、こうホームで勝てるっていうのも一つ大きなこの結果の残し方じゃないですかね。そうですね、やっぱりこう今日も見てたらいっぱいサポーターの方とかも来られてるので、はい、まあ、そこは絶対選手の後押しにはなってるなっていうふうには思います。そうですよね、もうここまでこうホームでいい結果を見れていると本当にこの負けないためにもサポーターの皆さん私もなんですが、もっと応援しようという気持ちにもなりますよね、はい、その気持ちが多分届いてのこのホームの連勝でもあると思いますので、今日もね皆さん引き続き熱い熱い応援を一緒にお願いいたします。そして続いての質問に行きましょう、東口選手は普段どんな人ですか？あ気になる。どんな人、はい、どうなんですかね。なんて呼んでるんですか？東さんって呼んでますね。東さん、はい、結構皆さんやっぱ東さんって呼んでるんですね。あ、そうですか。僕もなんかインタビューの中でも東さんって呼んでる方多いなって、はい、新潟の時、まあ、だいぶ前なんですけど、はい、結構まあ残って練習してたイメージもありますね。なるほど、その残ってでも練習するからこその今のこの守護神と言われる。その時多分膝の怪我とかも多分あってリハビリとかそういうところも兼ねて、必死にリハビリとかしてそういうのを筋トレとかしてたイメージはあります。なるほど、じゃ結構本当にこう努力家といいますか、そういった方なんですね。そうですね、うん、また続いての質問なんですが、先ほどの社会人サッカーをされているということで、はい、社会人サッカーってどんな感じですかと。どんな感じ、はい、雰囲気だったり。そうですね、うん、まあ、僕の前のいた会社で作ったチームなんですけど、はい、まあ、いろんな人が集まって、うん、いろんなその意見持ってる方とかもいてるんで、まあ、やっていて本当に楽しいですね。あれですか、社会サッカー経験者の方がほとんど。もう全員、はい、経験してる方で、まあ、有名な高校だったり大学でやられたことを、こうを僕がちょっと声かけたりして。そうなんですね、はい、集めさせていただいてます。結構こう声かけてこう作っていく感じなんですね、はい、なるほど。社会人サッカーちょっと私まだ見たことがないので、ちょっとどういったところで見れたりとかあるんですか？そうですね、まあ、大阪のサッカー協会のホームページとかでも載ってるんですけど、そこで調べたら、はい、いろんなその、うん、場所であったり時間とかも出てくるんで、はい、ちょっと皆さんもぜひ調べてみていただければと思います。あと、まあ、これ聞きたいですね。今のガンバに期待していることは何でしょうか、ズバリ。そうです、さっきも言わせていたんですけど、最近点も取れてないので、はい、今日の試合はゴールが見たいっていうところはあります。そうですね、はい、この続いてたアウェーの連戦の中でこう得点がなかなかというところなので、はい、やはりこのパナスタで見たいですね、ゴールが。何点も見たいですよね。それで続くと倉田シューのゴールが見たいというコメントも。僕も見たいです、はい、ね、みんなでちょっと倉田選手の、ね、はい、ゴールを期待したいですよね、はい、あとはもうこれもいきましょうか。スコア予想。スコア予想ですか。
そうですね、まあ、両チームいたんでなかなか難しいところあるんですけど、はい、まあ、今日はガンバのホームっていうところで、はい、まあ、3-0 ぐらいで勝っていただければというふうに思っています。確かにもう何度も何度もね、このパナスタを沸かせていただく試合をね、はい、期待したいですよね。はい、ではもう間もなくこうアップも終了となりまして、キックオフの時間が近づいてまいりました。最後に試合に向けてサポーターの皆さんへ一言ご挨拶お願いいたします。まずはそうですね、去年も呼んでいただいて今年もこうやって呼んでいただくと本当に光栄に思います。はい、まだ今日も来られている方サポーターいてると思うんですけど、暑いんで熱中症に気をつけて水分をしっかりとって、はい、熱い応援をして選手の後押ししていただければと思います。僕も一緒に応援します。はい、ね、今回はここまでのお付き合いいただいたのは岡本秀也さんでした。本当にありがとうございました。この後も引き続きガンバ大阪の応援をよろしくお願いします。